適応障害、パニック障害は増えているんですね。それはなぜかというと、職場がですね、安全な場所じゃないんですね。はい、おはようございます。朝やメンタルクリニックの院長、増田祐介です。本日は社員が突然辞めるのを防ぐ方法というテーマでお話ししようと思います。いろんな会社のですね、社長さんおよび部長さん、いろんな上司の方、若手の社員とかですね、いろんな社員の人がすぐ辞めちゃって困るんだよっていう人、そういうね、困ってる感、困り感を持ってる人たくさんいると思うんですよね。で、精神科にはですね、患者さんが仕事辞めたいですと思って、きついですと思って、いう主訴で来る方って多いんです。で、そういう患者さんの話を聞いてると、ここがダメなんだなとか、あ、こういうとこ直せば会社ってもっと良くなるのになとか、こういうことをしてもらったらいいのになって思うことってすごくあってですね、とてもいつも歯がゆい思いをしてますね。で、会社は会社でですね、もうめんどくさいからもうやめちまえみたいな雰囲気があるとこもあって、もうなんかそういうのってもったいないなと思うんですよ。で、今回はそういうですね、患者さんの困りごとをですね、ちょっとお話して、やめる方法をですね、一緒に考えていけたらなと思います。で、精神医学の知識はですね、どんな人にも役立つと思うんですね。僕はそう思ってます。で、人間のことを理解するには精神医学っていうのは一番科学的だし妥当だと思いますね。学問として一番いいと思いますので、ここからですね、学んでもらえることたくさんあると思いますので、最後まで見てもらえたらなと思います。はい。で、患者さんでですね、仕事がきつくて辞めたいですっていう時に、よくかかる病気は何かというとですね、適応障害およびパニック障害ですね。適応障害というのは何かというと、ストレスによる負荷によってうつ状態になってしまう、うつっぽくなってしまう、食べれない、眠れない、落ち込むみたいな症状が出ることを適応障害と言います。で、パニック障害は何かというと、ストレスですね。ストレスとか疲労が溜まることによって自律神経が乱れて、突然動悸が起きる、いわゆるパニック発作っていうのが起きるんですね。動悸が起きたり、手が震えたり、冷や汗が出たりですね、突然死ぬんじゃないかという恐怖に襲われるっていうのをパニック発作っていうんですけれども、これは疲れとか疲労とかが、溜まることでですね、極限まで高まることでそういう発作が起きちゃうんですね。で、これがですね、何度も何度も起きることによって、また起きるんじゃないかという予期不安に支配されて、一日中不安で仕方がなくなったりとかですね、広場恐怖と呼ばれてですね、あそこには行けないっていうことが起きるんですね。密閉された場所とかですね、電車に乗れないとか、渋滞の車が怖いみたいになる、なったりします。だから、これらはですね、ストレスによる体調不良で、誰にでも起きる病気なんですね。はい。だから、こういうものが起きたので、仕事を辞めたいという方は結構いらっしゃいます。で、この場合どうしたらいいのかというとですね、業務の見直しですね。会社がすべきことは業務の見直しです。だから、その人がね、残業時間が多いんであれば、それを減らすとかですね、業務量が多いんだったら減らせばいいって話なんですけど、量を減らせばいいっていうわけではないんですよね、単純に。単純に量だけ減らせばいいってものではなくて、やっぱり人間関係の見直しとかもとても重要です。僕がですね、医者になった頃、10年以上前ですね、10年前はですね、本当に残業時間多かったんですよ。もう1日ですね、1ヶ月の残業時間が100を超えて、だから鬱になっちゃいましたっていう人はたくさんいたんですね。でも、今働き方改革が、起きてですね、残業時間が月100時間って人はそんな多くいません。ただですね、なのに、この適応障害、パニック障害は増えているんですね。それはなぜかというと、職場がですね、安全な場所じゃないんですね。常にヒリヒリする、ヒヤヒヤしてる。心理的安全性っていうものがですね、きちんと配慮されてないんですよ。だから、なんか妙にピリピリしてるし、部下上司の関係が悪かったり、悪くないんだけれども、相談しにくい環境だったり、上司の人がいつも忙しそうにしてるから、部下の人は相談しにくくて、なんか分からないまま業務をやってるとか、不安なんだけどとりあえずやってるとか、そういう状況だとやっぱり落ち着かないですよね。それで、うつになっちゃうってことはあります。あとは家に仕事持って帰ったりとか、24時間ですね、SNS とかで、上司からね、仕事のものが来るとか言うと落ち着かないですよね。なので、うつになっちゃうってことは結構ありますね。だから、この場合は業務の見直しがとても重要です。で、社長はですね、
社長とか部長とかはですね、もう自分で好きに仕事やってる分にはですね、まあ別にいいんですよ。まあ、僕もですね、自営で好きに仕事やってますから、休みの日もね、職場に来て YouTube 撮ったりですね、仕事の雑用とかするのは好きですから、いいんですけど、部下の人は違うんですね。やっぱりこう、板挟みに合ってる人っていうのは、全然疲れ方が違います。僕も、勤務医時代とかはですね、こんな働き方できなかったですよ。ストレスが溜まっちゃって、やっぱり上にね、なんかいると、やっぱ十分にね、好きにできないですか。気を使いますしね、すごいストレスかかるんですよ。だから、まあ、ここの心理的安全性ですね、そういうのはすごく意識しないといけないなと思います。だから単純に量だけ減らせばいいというものではありませんということですね。はい。で、社員が突然辞める、もう一つの多くのパターンはですね、発達障害のグレーゾーン、発達障害の人がですね、辞めちゃうってパターンですね。だから、まあ、今はですね、グレーゾーンの人とても多いです。で、それで職場の業務でストレスになって鬱になっちゃって、適応障害とパニック障害を二次的に発症しちゃうということはあります。で、発達障害の人ですね、グレーゾーンの人も含めてですけど、まあ業務の見直しっていうのはもちろんなんですけれども、困ってるのはですね、無言のルール、暗黙の了解とかですね、無言のルールが苦手だったり、あとは職場の環境がうるさかったり、ごちゃごちゃしていて、ストレスを感じているってパターンがあるんですね。なので、マニュアルをしっかり作るとかですね、研修をしっかりするってことはとても重要です。説明をきちんとするってことは。だから本人のリズムに合わせてきちんと教えてあげるとか、なんかね、適当にパッてやって、みんなできるだろうってやると潰れちゃう人って多いんですね。だからその人に合った教え方をしなきゃいけなかったりします。いやいや、そんなのね、めんどくさいよと思うかもしれないけれども、発達障害の人ってですね、普通の人にはない才能があったりですね、粘り強さがあったりするんですね。だからどっか一個調子が、欠点があるかといって、それでですね、その人はダメだと思わずに、長所もしっかりありますから、で、今までは長所で欠点を補ったりして生きてたんだけれども、会社だとうまくいかない場合は、欠点をですね、誰か補ってあげれば、すごくいい仕事しますから、ちょっとね、上司の人はですね、ちょっと丁寧に説明してあげたらなと思います。で、僕自身もそうですよ。僕自身だって、もう、アスペとかですね、言われてですね、防衛大臣とか。防衛大の時なんか本当にできないこと結構あってですね、僕も。集団でやってた時にちょっとデコボコが多いんですね、僕も。なので、できないことがあって、いろいろと、いろんな人がですね、まあ、時々バカにされることがすごくずっとあって、ダメなやつと言われてましたけど、でもやっぱり精神科医になって、こうやって YouTube やって、それまでずっとうまくいってなかったんですね。だ本当に、でも自分は大器晩成型だと漠然と思っていて、なんかこう変にね、自己肯定感が高かったんで、まあ今うまくね、YouTube とか跳ねましたけど、でもそれまでは本当にダメなやつとか言われてましたから、だけど大丈夫なんですよ。ちゃんと伸びますから、きちんと説明してもらえたらなと思います。あとですね、うるさい環境は苦手だったりしますね。感覚過敏っていうのがあって、匂いが苦手だったり、雑音が入ると集中できない人っているんですね。だから、在宅勤務にしろとは言いません。まあ、できるならそれがいいですけど、まあ、耳栓を許すとかですね、ちょっと遅刻を許すとか、本人の特性があるので、それを踏まえて、ちょっとやってあげないといけないって感じですね。みんな耳栓してないんだから、お前だけ耳栓を許さんみたいな、まあ、自衛隊方式だとですね、こういう人潰れちゃいますから、ちょっと、臨機応変にやってもらえるといいかなと思います。そうすると離職率は減ると思います。あとですね、その他ですね、病気を発症しちゃう、いわゆる普通の病気を発症しちゃって、もうやめますっていうパターンもあるんですね。それも、知識として、教養として、一般常識として、覚えてもらえたらなと思います。で、一つは双極性障害ですね。双極性障害って何かっていうと、急に元気になって、4日とか1週間とかですね。まあ、それ以上ですね。大体通常は1、2ヶ月ですけど、もうとても元気になるんですね。多便で、こう、活発的で、寝なくても仕事をできるっていう状況になったりする人います。で、あまりにも元気すぎるんで、お金遣いが荒くなったり、マンションを買ったりですね、会社を辞めて突然起業するとか言ったりするんですね。で、それが落ち着いた、ね、半年とか1年ぐらいですね、うつ状態が続いてうまく働けなくなったりするんです。だから元気の前借りみたいなことが起きちゃうわけですね。そういう病気があります。なので、ちょっと変だなと思ったらですね、受診につなげてあげるとですね、
落ち着いて、また病気がね、落ち着けばですね、働けますから、こういう人がいたらですね、もしかして双極性障害なんじゃないかなと思ってですね、受診を促してあげたらいいんじゃないかなと思います。大体人口の 1-2% いますから、で、発症が20代とかですね、10代、20代で発症が多いので、新入社員とかですね、20代でそういう人がいたら、頭の隅にですね、置いといてください。あとは統合失調症ですね。統合失調症も人口の 1-2% が発症するんですけれども、幻聴ですね、なんか変な声が聞こえるとか、悪口を言われてるとかですね、なんか見張られてるとかですね、インターネットを通じて攻撃されてる、ヤクザになんかストーカーされてるとか、そういうものを抱く病気なんですね。これも人口の 1-2% ぐらいいます。で、これも発症が10代か20代なので、なんかちょっと調子悪そうだなって言ったら受診を促してあげてください。で、薬物治療によってよくなればですね、また働けますから、これもですね、頭の隅に入れておいてもらえたらなと思います。あとはですね、意外にですね、見逃されるのが依存症ですね。アルコール依存症、ギャンブル依存症、性依存症。だからこういう依存症が原因で仕事に行けなくなっちゃうって人もいるんですね。ただだらしないんじゃなくて、もうアルコールはもう依存症レベルになっちゃうとか、ギャンブルも依存症レベルになって自分でやめたくてもやめられないとかですね、性依存症で風俗がやめられないとかですね、痴漢とかがやめられないとか、あとはそのホスト、女性だったらホストですね、ホストとかにハマっちゃって、もう仕事じゃ返せないから、キャバクラとか夜の店で働かないと借金が返せないとかですね、ね、ホストに行けないということで辞めちゃうってパターンもあるんですけど、こういうパターンもですね、きちんと話を聞いてあげて、やっぱ受診につなげてあげるのが重要だと思います。だから若い人で心細くてそっちにすがっちゃって、その結果こうね、悪いサイクル、もう、止められない、辞められなくなっちゃって、こうなっちゃうことってあるので、まあそれもですね、人生の先輩としてですね、目を配ってあげて、しっかり受診につなげてあげるのが、まあ優しさであり、美徳なのかなと思います。はい。ということで、社員が突然辞めるのを防ぐ方法というテーマで、今回お話ししました。社長さん、部長さん、人事の人、こういうことをですね、精神医学の知識をですね、ちょっと覚えていただくと、見方変わると思うんですね。で、うまくですね、離職率を下げて、みんなが働きやすくなるってことはとてもいいと思うんですよ。社会的にとても重要だと思うので、覚えてもらったらなと思います。はい、ということで今回動画に撮りました。では、以上でこの動画あります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方はグッドボタンをチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。